誰が来ようと俺は負けん。戦闘力が上でも不意にこれを食らってはひとたまりもあるまい。貴様ともあろうものが何とも情けない作戦だったな。呆れたぜ。いつの間に戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。つまり今ので貴様は完全に俺を怒らせてしまったわけだ。サイヤ人は戦闘種族だ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。サイヤ人は戦闘種族だ。やめろ。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。よし、俺が一つだけ探し出しておこう。やつらが残りの6つを集めた時点で隙を見つけて奪ってやる。
ドラゴンボールが全て揃えば俺に永遠の命が手に入る。そうなればフリーザを倒すのも夢じゃない。奴さえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配する。ベジータ、貴様なぜフリーザ様に逆らおうとする？俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。誇り高いサイヤ人は人に命令されるのが大嫌いでね。これまでは奴の力にねじ伏せられてやむを得ず言いなりになっていたが、ひょんなことから永遠の命を手に入れられることを知った。ドラゴンボールのことだな。フリーザなんかにくれてたまるか。永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。おしゃべりはもうおしまいだ。サイヤ人パワーをたった今見せつけてやる。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。なぜ真の力を使わずに眠らせておいたか、貴様が死ぬ前に教えてやろう。真の力を発揮するには変身せねばならん。だが変身した姿は醜いのだ。美を好む私にはそれが耐えられない。だが死を選ぶよりは変身を選ぶ。見せてみろよ。言われなくて今見せてやる。私も変身型の宇宙人だと知って驚きが隠せないようだ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。
さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。ギニュー特戦隊ギフンプー。はあ、さあ、そろそろ始めようぜ。いい気分だぞ。本気出してちょうだいよ。ちょっと頭に来ちゃったかな。こっちだ。はっ、ほらよ、ここだ。こっちだ。やりっくほー。ほらよ、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 ビシッとした技はないのか。ないんならそろそろ殺しちゃうけど、いいか。化け物め、おいの正体、トおっと、貴様の相手はこの俺だ。ふざけるな。貴様がこの俺にかなうわけがない。俺はどんどんと近づいているのさ、スーパーサイヤ人にな。
初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわと、なぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなおぼらが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。時間に触る野郎だ。このクソガキがぶっ殺されなかっただけありがたく思え。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。カカロットの出番はないぜ。こっちだよ。その程度じゃ僕には勝てないよ。フリーザ。本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。
よく聞けカカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは フリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手。